今年度から正式に運用が開始された熱中症警戒アラート、今日初めて八重山地方に発表されました。熱中症警戒アラートは明日12日を対象としたものです。まずは気圧配置論から見ていきたいと思いますけれども、八重山諸島の方ですね、こちらの方ですけれども、夏の高気圧にも半分覆われているような形で見てください。ですので晴れて気温も上がります。湿った空気も入りやすく湿度も高いような状況となっています。予想される気温ですけれども、こちらになります。こちらの方を見ていただきますと、八重山諸島の方はこちら赤色になってますから、最高気温30度以上といった状況ともなりそうですね。では暑さ指数の方も見ていきたいと思いますけども、こちらの方も見ていただきますと、やはり赤くなっています。で、赤で31度以上ということで危険な暑さといった状況になります。ということで熱中症警戒アラートが発表されています。特に明日12日の午後の時間帯、屋外での活動は熱中症かなり危険な状況となりますから控えるようにしていただきたいと思います。また体調管理十分に気をつけていただきたいと思います。